えー、今回は「トラブルダークネス」6巻の予約限定版と通常版の違いを見ていきたいと思います違いを紹介していきたいと思いますではまず通常版は表紙がこの2人で結城みかんとモーベリアでミルクそして裏面が勇気、えー、みかんと出会うル,ルナティックの絵柄ですそれでですね予約限定版では えー、ナナアスターデビル服と小手川結衣の絵柄。で、裏面が、この通常版、通常版と同じ絵柄になっています。で、他の違いは、ここの、絵柄ですね。えー、通常版では、結城みかんが。で、限定版では、小手川結衣が載っています。他は中身が、 同じだったと思います。ではこれでトラブルダークネス第6巻の予約版予約限定版と通,通常版の違いの紹介を終わります。ありがとうございました。